山形市総合スポーツセンターは、山形県山形市にあるスポーツ施設である。市内在住者からはスポセン、また、山形市落合町にあることから落合などの略称でも呼ばれる。第31回 BCS 小綬賞山形市スポーツ振興審議会の答申を受け、1992年開催のベニバナ国体における、 競技会場と霞城公園内の体育施設の移転の必要性から山形市が総事業費約170億8900万円を投じ第1第2体育館武道場合宿所付属施設等からなる総合スポーツセンターを市北部の山形自動車道山形北インターチェンジからほど近い落合町に整備 1989年4月1日に開館した。県内、市内の各種大会が実施されるほか、練習会場として、また、大規模文化イベント等にも活用される。スポーツセンターの設計に関しては、地元と中央の設計事務所 JV による、指名コンペが実施され、地域の風土に合った一つの象徴的、造形空間としての施設づくりが要求された。 要求に沿って選出された、本間都市を設計事務所、日建設計、JV は、スポーツセンターの空間づくりの範を山形に、数多く現存する蔵座敷や土蔵に求めた。また構成へ伝える媒体となることを意図し、施設のボリュームに応じた造風の大屋根の連なり、あるいは、重なりが、背景の山並みに高温するように配置した。外観は、 多層民家づくりをモチーフとし、山形美術館や東北芸術工科大学と共通する。これらの建物も本施設と同様に本間都市を設計事務所が設計を手掛けた。スポーツセンターは大規模災害時における避難所としても想定されており、東日本大震災の際には地震直後から2011年6月末まで避難所として開放され、 福島県からを主体とする最大で約1100名の避難者を受け入れた。衛生図霞城公園内に所在した市営球場が老朽化や公園の再生備促進のため総合スポーツセンター南側に事業費約58億5000万円を費やし新築された。この新野球場の命名権を山形市に本店を置く。 きらやか銀行が取得し、愛称がきらやかスタジアムと決まった新球場が2017年9月15日に開場した。同スタジアムでは2018年7月10日に東北楽天ゴールデンイーグルス対オリックスバファローズ戦が開催され、東北楽天が山形県で開催する試合において初勝利を果たした。 楽天球団は2017年まで省内銀行、日清製薬スタジアム山形で一軍公式戦を開催していた。ありがとうございます。